It's 6 p.m. Nippon Hoso. The focus, the focus, the focus. Today's straight news.自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国対委員長が今日、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案について、来週木曜日に衆議院を通過させることで合意しました。警察庁が去年1年間で検知したサイバー攻撃関連のアクセス数は1日平均4192件に上り、過去最多を更新しました。アメリカ大統領選挙の民主党候補の指名争いで、中道のバイデン前副大統領は東部メイン州を制し、合わせて10の州で勝利しました。 FM93 AM1242 This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. Koji Morita and Sayaka Masuyama. Nippon Hoso. The focus. The focus. The focus. 3月5日木曜日、時刻は午後6時を過ぎました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス、この後8時20分までの生放送です。今日は東京は風が強かったですね。はい、強かったし、風冷たかったですね。冷たかった。でも最高気温は結構高かったんですね。そうなんですよ。今日ね、13.7 度まで上がってるんですけれども、やっぱり北寄りの風が強く吹いていたので、体感的にはちょっとね、全然14度近い感じはしませんね。そうなんですよ。今もね、有楽町の外の気温はね、9.8 度。はい。ああ、急に冷え込んだね。そうですね。で、現在も強風注意報はまだ東京、神奈川、千葉、埼玉には出てますね。はい、今日はね、電車が一部ね、この風の影響で止まったりということでね、もう外に出てる人少ないかもしれませんけれども、影響を受けた方も多いんじゃないでしょうか。それから新型コロナウイルスについてはね、もう飲食業界も結構影響が出てて、回転寿司チェーンのはま寿司なんかさ、全部のお店で回転レーンからお客さんが自由に寿司を選ぶという方式やめちゃったのね。だからもう注文したものしか回らないの。まあ、確かにずっとね、空気に触れてるのを食べたくないっていうね、気はするかもしれませんね。それからのファミリーレストランもね、ココスというファミレスありますけども、昨日から朝食のバイキングは休止。それからハンバーグのファミレスのね、うちの近くにもあるんだけど、ビッグボーイ、ビッグボーイは今日からね、サラダバー一時休止。あ、やっぱり皆さんのね、こうね、バイキング景色のものが食べられる。うちの娘なんか好きだったんだけどね、このサラダバーそれからスターバックスもね、まあ、瀬間さんよく利用してますけれども、店内での商品提供の時にね、陶器製のマグカップやめちゃいました。紙製とかプラスチック製の使い捨て容器に切り替えたということなんですよ。はいはい、まあ本当はね、マグカップなんかをした方が環境には配慮してということなんですが、もうマグカップを洗う時間、それから手間暇を効率化する、あと衛生管理に力を入れるということで、もう使い捨ての方にしようと。それからお客さんが持参したタンブラーへの提供もやめると。あ、やめるんですか。そうなんだ、いう方向になってるんですよ。まあ、ですから飲食業界にもね、さまざまな影響広がって、あと海外ではイタリアの感染予防の法令聞きました？イタリア人さ、ハグしたりキスしたりするじゃない、あれ禁止。ダメなんですね。キス、ハグ、握手しないようにという、法令が出ました。はい。まあ、それぐらいしないとね、抑え込めないということなんでしょうね。
で今日フォーカスするニュースも、自民党と立憲民主党がこの新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案について来週木曜日に衆議院を通過させることで合意しました。それから警察庁が去年1年間で検知したサイバー攻撃関連のアクセス数1日平均4000件以上に上り過去最多を更新しました。それからアメリカ大統領選挙の民主党候補の指名争い、中道のバイデン前副大統領は東部メイン州を制し合わせて10の州で勝利しました。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきます。あなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で FOCUS focus@1242.com、ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番、ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見やご感想などお待ちしています。さあ、今日のコメンテーターをご紹介しましょう。作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。こんばんは。こんばんは、佐藤勝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さんはどうですか、この新型コロナの影響は何か出てますか。新型コロナの影響は、あ、講演とか勉強会とか、うん、これがもう続々キャンセルになってますね。佐藤さんでも、それから延期とかそういうふうに重なってきますね。そうです、まあ、お仕事は普段からね在宅勤務みたいなもんですもんね。それはもう普段からテレワークみたいな、ね、テレワークみたいなねそれはそうなんですけど、ですから外に出ることが減ってますね、なるほどね。ただね、逆にあの完全キャンセルじゃなくて大体延期なんですよ。そうですか。となると今年の後半の日程がこれかなり厳しくなるかな。そうですね、スケジュールそうじゃなくても忙しいのにね、うん、どういうことなんでしょうか。いやだからちょっとギリギリのところでやってるから、うん、いくつかはもう断っちゃったことになってますけどね。そんな佐藤勝さん、7時10分過ぎのコメンテーターコラムではこの新型コロナウイルスで学校が休校、今だから考える家庭での教育の在り方というテーマでお話ししていただきます。それから8時過ぎの未来への提言、今週は介護疲れ、介護うつにならないためにはというテーマでお届けします。それでは佐藤勝さんとともに取り上げます最初のニュースフォーカス、こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News Focus. News Focus. News Focus.特措法改正案、来週金曜日にも成立。自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国対委員長が今日、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案について12日来週木曜日に衆議院を通過させることで合意しました。翌日の13日金曜日にも成立する見通しです。この新型コロナウイルスにつきましては、まず来月予定されておりました中国の習近平国家主席の国賓としての日本訪問が延期されることになりました。菅官房長官が今日夕方の記者会見で発表したものです。その会見の一部をお聞きください。当方は現下の最大の課題である新型ウイルス感染症の拡大防止を最優先する必要があり、また習主席の国賓訪日を十分な成果が上がるものとするためには両者でしっかり準備を行う必要があるとの認識で一致をいたしました。このような観点から習主席の国賓訪日については双方の都合の良い時期に行うことになりました。まあ、このように日中両政府はこの新型コロナウイルスの感染拡大が広がる中、まあ、当面は収束に向けた国内対応を優先すべきだと、まあ、こういう判断になったということで、まあ、今回実現すればね、2008年5月の胡錦涛氏以来およそ12年ぶりの中国国家主席の国賓としての来日だったんですが、まあ、当初から佐藤さんね、先送りの見方が広がっておりましたが、今日正式に発表ということですね。はい、まあ、
想定の範囲の中で、それからこれは今のこの状況を考えるようになったら賢明な判断じゃないでしょうか。まあ、今後どういう状況になるか分かりませんが、当初なんか秋以降になるんではないかと言われておりましたが、まあ、これはもう日程もう本当に最初から調整し直しということに外務省内ではなるわけですね。それはそういうことになります。しかもこの新型コロナウイルスがどの段階で収束するのかっていうのは全く見通し立ってないですからね。この状況だと外交日程決められないですね。それから今日も新たにですね、横浜市に住む60代の男性会社員の感染が確認されました。人工呼吸器を装着していて重症ということです。また滋賀県では大津市に住む60代の男性の感染確認、滋賀県内での感染確認は初めてで、これで近畿地方の2府4県のすべてで感染が確認されました。で、北海道札幌市では新たに感染者1人確認で、北海道内の感染者83人に上っています。それから新潟市でも新たに市内在住の70代の女性、それから大阪府在住で実家が京都府内にある30代の男性も新たに新型コロナウイルスに感染ということで、なかなかねこの各地での感染な収まっているというふうには言えないですね。そういう状況では全くないですね。で、まあ、こうした中、自民党の森山国会対策委員長、それから立憲民主党の安住国会対策委員長が今日会談しまして、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、今あるね、新型インフルエンザ等対策特別措置法、まあ、これを改正するということで、来週の水曜日11日に衆議院の内閣委員会で審議をしまして、12日の木曜日に衆議院本会議で採決、まあ、通過させようということで、週明けの10日に政府としては閣議決定をして改正案を国会に提出するということです。まあ、与党としては13日金曜日の成立へ向けて、調整を急ぐということですが、まあ、佐藤さん、これ改正法が施行されますと、はい、緊急事態の宣言を出せるということですね。はい、緊急事態の宣言出すと今度まあ、実際には都道府県知事ですけども、はい、それが外出の自粛や、ね、イベント室の利用制限なんかを要請することができるようになりますよね。まあ、それによって、まあ、まあ、2年間のね、なんか時限措置だということですけれども、もうちょっと早くできなかったかなって気もしなくもないんですけどもね。ただね、もうその仕事言っても、始まらないので少しでも早くやった方がいいっていうことと、今やんないといけないのは与野党の政治休戦ですよ。そうですよね。それだから桜を見る会とか、はい、検事総長人事の話は、追及やめる必要はないわけなんですけども、この新型コロナが、見通しがつくまで脇の置いとくと、早く政治休戦した方がいい。これは、ね、3.11 の東日本大震災の時に当時の野党だった自民党と公明党が政治休戦をして、与党だった民主党の攻撃をやめて、震災復興、それから福島第一原発事故の、この、封じ込め、そのために全力を挙げて協力しましたからね。だからちょっと、その辺のところで、与野党ともに歩み寄ってきちんと政治休戦すると、今回の特措法改正案がその第一歩じゃないかなと思うん で、その点で私はいい動きだなと思ってるんですがね。あと公明党の、ね、北側中央幹事会長は今日の記者会見で、まあ、この緊急事態をもし宣言するんであれば、与野党、ね、与党だけじゃなくて野党との事前調整も必要だということで、与党野党にこれ説明が必要じゃないかと、まあ、こういうことも、ね、言ってるようですね。だから本来、ね、議員立法でやればいいんですよ。あ、なるほど。与野党一緒で共同提出して、だからそこのところも ね、そこのところも野党の方がちょっとね、共同提出にすると自分たちも責任を負わないといけないから、これは政府の提出にするっていうことで攻撃できるカードを持っておきたいっていうのが私には透けて見えますね。こういうのがすごく嫌な感じするんですね。こういう時にはね、もう戦争をやめてほしいんです。本当ですね。それから萩生田文部科学大臣、今日の参議院予算委員会で全国一律の小中高校などに対する休校要請につきまして、今朝の時点で、99% の学校が休校状態を維持しているということを明らかにしております。まあ、急な要請ではあったんですけれども、まあ、一部ね、休校しないというような学校もあるようですけどもね。はい、まあ、そこは休校しない方が子供たちを守れるっていう学校長、それから教育委員会の判断
が地域によってはこれはありえますからね、うん、それはそれでいいと思うんですよ、うん、ただこれは全国一律で休校しろっていうことを総理大臣が直接言わないと踏み込めないですからね。あ、やはりやむを得なかったと思うんですよ。特にね、初動で2週間程度で封じ込められるっていう見通し、はい、これ政府が発表したんですけど、私明らかに甘かったと思うんですよ。あ、なるほど。これはね、政府が悪いっていうよりも、日本に公衆衛生の国際級のプロっていうのがあまりいないことなんですよね。ああ、そういうことですか。それだから、はいはいはい、政府が何かことを小さくしようとしたっていうことよりも、はい、率直に言って今の能力の問題なんですよ。あ、我々の全体のね。なるほど。それでそこのところでもし2週間後に封じ込められないということになったら、これ国民大パニックになりますよね。うん、そうですね。で、その状況のところで、これはもうできるところでのギリギリの一番厳しいやり方でやると、うん、いうことでやって逆のベクトルを打ってきたと。うん、なるほど。そういう方向のことだったと思うんですよね。うん、まあ、公衆衛生の本当に世界的な権威がいて、まあ、的確なアドバイスがあったら、やっぱりもうちょっと対応が早かったり、ということもあったということですね。しかしこれも言ってもどうしようもないんです。うん、それが今、それは長い間、はい、日本の中で本格的な深刻な感染症の問題がなかったら、それは専門家育たないですから、そうですね、そういう問題なんですよね。で、初動の遅れとかいろんな批判ありますけどね、はい、それは終わってから、封じ込めてから、時間をかけて冷静な環境で検証すればいいと思うんです。今はとにかく封じ込めることです。この新型コロナウイルス感染拡大につきましてはお知らせを挟んで引き続きフォーカスしていきます。 JOLN The Focus。 時刻は6時18分になりました。作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしている日本放送ザ・フォーカス。この時間も引き続き新型コロナウイルスのニュースについてフォーカスしていきます。まず中国の状況なんですが、中国本土の死者は31人増えまして3000人を超えました。で、感染者は139人増えて8万409人になったということです。で、中国の習近平国家主席は昨日、予防と抑制の状況は持続的に良くなっているという表明をしております。で、湖北省以外ではほぼ収束してきていると、このように強調しております。で、他の省の警戒レベルの引き下げも拡大させておりまして、国内の収束をどうもアピールしていくような気配なんですが、まあ、確かに昨日の全土の感染者数、今言ったように139人増えたんですが、湖北省以外は5人で、この1週間は多くても10人程度にとどまっているということで、湖北省以外はちょっと抑えられてるのかなという印象は確かに佐藤さん受けますね。それは確かにそうですね。ですから習近平さんも実態からかけ離れたプロパガンダはしてないですね。これ実態からかけ離れることをやっても外国人もいますし、そうですね、それから中国人もいろいろと SNS で発信してきますからね、はい、完全にはそれを抑えきれないですから、だからあまり実態から乖離したことは言えないですよね。そうですね。で、やっぱり国内経済をね、回復させたいということで企業活動の再開を呼びかけているようなんですが、もう国内の移動規制で出稼ぎ労働者の復帰がもうなかなかできないと。それから経営難に陥った企業も多くて、中小企業を中心に、まあ、活動再開といってもなかなか再開できないと。なので当局としては過度な移動規制を緩和したり、あと企業への融資も増やそうということで、やはりこの辺の経済のことは相当習近平指導部も気を使っているということですね。これはその中国だけの問題じゃなくて、はい、日本にとってもむしろ経済の影響、そっちの方が、心配ですよね。今回の危機っていうのは感染力とか致死率からすると、はい、ウイルス自体がそんなに危機的ではないと思うんですよ、はい、ただ問題はそれに対する国際的な受け止めと、はい、国民心理と、経済の影響を総合的に判断するとこれ危機なんですね。ですからよくその専門家はその感染率とか感染力とか致死率だけを見て、そんな大変じゃないっていうことを言う人もいるんですが、もはやそういう段階じゃないですね。はいはいはい、総合的にはもう危機です、これは。経済的なことも含めると本当に危機だということなんですね。だって、実際にお店に行ってですね、はい、カップラーメンも品薄になっていると。
それから、お手洗い閉めてるコンビニも多いですよね。そうですね。トイレットペーパー持ってかれちゃうから。こういう国民心理になってるっていうこと自体が、これは危機ですよ。確かにね。そして海外にもね、どんどん広がっておりまして、韓国なんかはもうね、感染者5000人以上になっております。で、死者の数も35人と。韓国の場合には、ソウル近郊にある、新興宗教団体の新天地イエス会というところが、はい、まあ結構発生源ということで、貿易当局だとか、あと、検察もね、なんか特別チームを派遣して、この教団の礼拝に関する記録だとか、信徒の名簿だとか、この辺の調査に乗り出したというような報道もあるんですよね。そうですね。手具を中心に起きてるわけですから、ここのところで、どう封じ込めるかってこと、韓国も必死だと思います。そうですね。それからあとイタリアもね、もうすでに死者が100人を超えているという状況ですが、佐藤さんが注目しているのはイランでもね、感染者がもう2000人以上になっているというところですってね。私はイランどうして注目してるかというと、季節性のインフルエンザに大体準じた形で今、お医者さんたちも専門家たちも認識してると思うんですね。ということは、暖かくなると、おのずから、ウイルスの動きが、不活性化してくるんじゃないかと、はいはいはい。こういう見方なんですけど、イランは、テヘランは東京よりちょっと温度高いぐらいですけども、それ以外の街って結構暖かいんですよ。20度台にもう入って、後半ぐらいになっているところもあるんですよね。そういったところで次々と感染者が出てるっていうことは、もしかすると、この新型コロナウイルスっていうのは、暑さに対して強いんじゃないかなと。だからその観点からすると、シンガポールで感染者が出てるっていうのは気になりますよね。はい、そうですね。シンガポールも100人以上の感染者出てますね。ですから、その暖かいところで出ているっていうこと、あるいはシンガポールなんていうのはいつも暑いですからね。そうですね。暑いところで出てるっていうことは、一体どういうウイルスなんだろうっていう、こういう感じがしますね。あと、イスラエルなんかはね、だいぶヨーロッパの5カ国からの入国拒否、日本もあれでしょ？入国拒否できなくなってますね。それで、イスラエル人は、日本に訪問して、帰ってくることはもちろんできるんですが、私の友人が、来る予定だったんですけど、辞めたと。どうしたかというと、日本に渡ると、その後2週間隔離されるからと。そうですか。イスラエル戻ったところで。イスラエルはなんか今感染者は15人ぐらいで収まってますね。あれしかしイスラエルもあったかいですからね。なるほど。ですから私はあったかいところで感染者が出てるっていうことが非常に気になるんです。そういうことですね。この辺むしろね、専門家に説明してほしいことなんですよね。確かにこの辺あまり指摘する専門家っていないですね。気づいてないからだと思うんですね。私はそのインテリジェンス屋さん、情報屋さんですから、はい、そういうようなところがすごく気になるんです。確かに。そうするとみんななんとなく暖かくなれば、例えば5月ぐらいになればもう解決するんだろうと、なんとなく思ってるんですけども、そうじゃない時の落胆度が強くなっちゃいますからね。そうするとやはり冷静に、はい、温度との関係でどういうことが推定されるのかってことは、これはちょっと先手を打って政府説明した方がいいんじゃないかなと。そのためにはテヘランにも大使館あるし、日本はイラン友好国ですからね、はいはいはい、イランから情報提供してもらったらいいと思うんですよ。確かにそうですね。この時間は新型コロナウイルス感染拡大のニュースについてフォーカスしました。 FM93 AM1242 This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. Nippon Hoso. The Focus. The Focus.時刻は6時30分です。 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。トイレットペーパーね、メールいただいてまして、横浜市の芋たれの男さん、44歳の会社員の方、いやマスクはおろかトイレットペーパーまでもが品不足というニュースを連日聞きますが、何も大量に買い占めたり並んで買わなくても新聞紙という代用品があるじゃないですかって。
新聞紙2面分を8等分に切っていざ拭くときに両手で絞ってある程度柔らかくすればにわか便所紙の便所紙のね出来上がり。自分は紙がないときはこうやってます難点は一度にたくさん使わないことです。流すときに詰まってしまいます。そうですよ、水洗トイレはね、あそれは絶対流したらダメです。流したらダメだよね。絶対ダメです。あのそれは詰まったら大変なことになります。それでロシアでは今でも新聞紙使ってる人たちいますから。あそう、あのそれにしてずっとそうなんだ、引き続きご意見ご感想をお待ちしています。メールはfocus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。JOLM Thank you for working hard today. FM 93 AM 1242Koji Morita and Sayaka Masuyama. The Focus. 時刻は6時38分です。今日1日のニュースをググッとフォーカス。FM93 AM1242 日本放送 The Focus。今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。続いてのニュースフォーカスはこちら。News Focus. サイバー攻撃4192回。警察庁が警戒強化。警察庁が去年1年間で検知したサイバー攻撃関連のアクセス数は1日平均4192件に上り、前の年からおよそ 1.5 倍に急増、過去最多を更新しました。警察庁は各地の警察施設でセンサーを設置し、24時間体制でサイバー攻撃の疑いがある通信を検知しています。警察庁は各地の警察の施設でセンサーを設置しておりまして、24時間体制でサイバー攻撃の疑いがある通信を検知しています。で、検知件数が1日平均4000件以上と、このように去年に前の年に比べると 1.5 倍に急増した背景には、ネット接続可能な家電製品など IoT 機器の利用が進んでサイバー攻撃先が一層広がったことも要因だというふうに見られています。また警察庁が全国およそ8100の事業者と情報共有する枠組みで把握しました標的型メール攻撃というのは5300件に上ったということです。2015年と比べますとおよそ 1.4 倍、引き続き対策が必要な状況です。で、不正アクセス禁止法違反も816件、その多くが IDやパスワードを盗み取って悪用する手口でした。そして被害が目立つのはインターネットバンキングに関連した不正送金で、被害額は前の年の5倍以上となるおよそ25億2100万円ということで、佐藤さん、このサイバー攻撃というのは年々増加しているという傾向ですね。今のところ金を狙っているサイバー攻撃というのが、はい、多いですからね。 そうですね、そこのところっていうのは防衛の方法いろいろあるんですが、怖いのはやはり国家とかテロ組織 のサイバー攻撃なんですよね。はいはいはい、これはね、台風であるとか、地震の時に仕掛けてくるんですよ。あ、なるほど。そうするとサイバー攻撃なのか、はい、天才知見によるものなのかよくわからないでしょう。あ、そうですね、こういう怖さあるんで、特に基本的な信号であるとか水道であるとか、はいはいはい、発電所であるとか、鉄道、この辺のサイバー防衛体制っていうのは本当に整えないといけないですね。あ、なるほどね。今年はと1月以降に三菱電機とか NEC などへの大規模なサイバー攻撃が、ね、相次いで発覚するということもありましたよね。情報を取るっていうのは多分目的ですね。あれは情報を取るという目的ですね。そうじゃなくて混乱させると、この社会を信号を止めちゃうとかね、あるいは水道のポンプを止めちゃうと、こういうようなそっちの方の攻撃ですよね。そうですね、これはまだ本格的なもの日本かけられたことないと思うんですよ。だ、今回警察庁が発表したようなこのサイバー攻撃というのは、確かになんかお金 に関するものとか情報を盗もうとかそういうことですけど、ですからそうではない、クリミナル犯罪の方の話ですよね。はい、そうですよね。そうではなくて、むしろ
国家とかテロ組織の工作活動ですよね、破壊活動、はい、こっちの方のサイバーも同時に十分注意しないといけないですよね、うん、で世界ではもう大国間で、まあ、そういうサイバー攻撃を仕掛けようということで、まあ、様々な技術が進歩していると聞きますね。その通りです。それからあともう一つは民間もでもそうなんですよ。あ、だから例えばロシアの会社が、はい、例えばインターネットのどこに入ってきていろんな選挙の影響を与えようとして悪さをしていると、うんうん、その時にロシア政府がやってるとは限らないわけですよね。ああ、民間がやってる、ええ、要するに西側諸国の敵対陣営が能力が高いからロシアの会社に依頼すると、はい、それからロシアの会社だとじゃあどこをやってるのか追跡してくれって言ってもロシア政府はそういうことに協力しないですから。はロシアとか中国だと。なるほど。だから使い勝手いいわけですよね。なるほどね。三菱電機なんか狙われたところも確か、そういうねサイバーの組織でしたもんね。多分、まあ、バックに政府がいるかどうかっていうのは分かりづらいし、分かりづらくなってますし、それからこれは仮に政府がいる場合も関与してないと言いますし、本当に関与してなければ関与してないって言いますからね。はあはあはあ、ですからいずれにせよ関与してない以外の答えは来ないんですよ、各国政府から。なるほど。これ別にロシアや中国だけじゃなくてアメリカもそうです。ですからどの国もそれは関与してないっていう答えしかしないですからね。そこのところで関与してるかどうかっていうのを見極めるのも攻撃された側の能力になってくるわけですよ。そうか。その辺が日本はどうなんでしょうかね。日本の能力は決して低くはないんですけどね、はい、ただこれはねやっぱり攻撃してる人しか、うん、攻撃のやり方よく分かんないですからね、はい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 、日本の場合は国としてこういう攻撃してないですから、うん、そこはやっぱり問題ですよね。そうですよね。で結構人がね足りないんで、この間経済産業省かなんかはこのサイバーセキュリティ政策の統括を担当する審議官クラスの職員を公募するなんてね、そんなような状況になってますから。いや、それだけでも、いわゆるネット詳しくて、あるいはいわゆる、ちょっと引きこもっちゃってる人で、はい、私の友人でも専門家いるんですけどね、これは経済産業省がやっている、1年に2日ある演習があるんですって。ええ、赤組と白組の中でサイバー攻撃の。その演習なんかね、参加してますね。ああ、そうですか。ああ、そういうことやってるんです。それから自衛隊のサイバー部隊出身の人が、経済産業省にリタイアしたから雇われて、この人なんていうのはその分野の専門家ですからね。ああ、なるほどね。ですから、それなりの、レベルのことはあるんですね。やっぱりそういう人材を確保しておかなくちゃいけないわけですよね。はい、ただ、裾野がまだ、広がってないんです。イスラエルなんていうのは軍にサイバー諜報部隊っていうのがあるみたいですね。サイバー諜報部隊ありますし、それはいわゆる学校に全然行かないで、ゲームだけやってる子を集めて部隊作って、それで無人飛行機を飛ばしてプレイステーションみたいなやつで、それでレバノンのヒズボラの拠点とか攻撃したりしてますからね。そうね。すごい状況になってるし、あとは大国間ではもう米中も今ね、まあ、宇宙とこのサイバーというのがね、これはもう次の空間と言われてるわけですね。主戦場になってますね。主戦場になってますね。それで意外とサイバー攻撃に強くて守りがねしっかりしたのは北朝鮮なんですよ。北朝鮮だって鉄道だって未だダイヤグラム引いてるでしょ。ああ。それから発電所だってネットとつながってないじゃないですか。ネットにつなげてないから、ね、つなげてないから最も強いんです。あ、そういうところのが強いわけですね。攻撃はできるわけですけどね、それで防御の方に関してはネットとつながってないから攻撃のしようがないわけですよね、なるほど、ね、それだからダイアグラムでこの定規で引いてるダイアグラムで動かしてる鉄道をサイバー攻撃できないですからね、はいはいはい、そりゃそうだ。これ一番強いんです。それは強いのか。いや、しかし日本はこれからね、東京オリンピック、パラリンピックに合わせてね、さらなるサイバー攻撃の増加があるんじゃないかということ、ここやっぱり心配ですよね。それは確実になりますね。だからそれは攻撃されて防衛すると、また攻撃能力が上がってくるって、いたちごっこなんです。だからそれやっぱり付き合い続けないといけないってことになりますね。そうなんですね。オリンピックの時にサイバーでね、本当に変なことをされて、例えば交通機関が止まってしまうとか、そういうことになるともうパニック状態になりますもんね。怖いですよ。しかもこのコロナの話もありますからね。そうですね。そういうものが複合的にあさっているのを心理としておかないといけないですね。その辺もしっかりと考えながら対策を打っていかなくてはいけない時代になっているわけですね。この時間はサイバー攻撃4192回警察庁が警戒強化というニュースについてフォーカスしました。
ザ・フォーカス、この後はほろよいイブニングトークをお届けします。時刻は6時55分です。 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。新型コロナウイルスについてはね、たくさんメールやツイッターいただいてるんですが、こちらは川崎市の風町佐坊さん。今週から会社ではコロナウイルス対策でスライド出勤が始まりました。また食堂での開始時間制限も始まりました。派遣とね、パートさんは正午12時から、正社員は12時半からという時間制限がね、始まったんですね。で、普段からマスクをして注意している人たちも、食堂の際はマスクを外し、みんなで喋りながら食事をするんですから、コロナウイルス感染リスクは高いんでしょうね。まあ、食事の時は外さざるを得ないですもんね。それはマスクしながら食事することできますか、ね、そうですね。まあ、そこまで神経質にならずにということなんでしょうけどもね。ただこれはやっぱりその客観的なデータとちょっと違いますからね。今接触飛沫感染しかしないというふうに言っていても、はい、やっぱり怖いなと思っちゃったらそれはそれで脅威になりますから、まあ、確かにね、そうに思っちゃうとね。だからマスクしてない人がね、白い目で見られたりでしょ。そうですよ。ですから私も今カバンにマスク入れてますから。この前新幹線で移動するとき、グリーン車あったのがマスク着用率 100%。 あ、そうそうだね。それでね、やっぱり睨まれるんですよ。わかる、だからちょっと咳しても睨まれますもん、それだからやっぱりこれは同調圧力の私も屈しました。だからマスク持ってるって。まあそこら辺はね、仕方ないところですね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。It's 7pm 日本放送 Network brings you The Focus. The Focus. Today's Straight News. 2020年3月5日木曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしていきます。今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。こんばんは。佐藤勝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの、ね、感染拡大で様々なメールとかツイッターいただいてるんですが、こちらメールでね、横浜市のラジオネーム馬の耳に不念仏さん、67歳の方からいただきました。最終的にはどうなるか分かりませんけれども、今の段階では感染者死者ともに東京より北海道が多くなっています。でオリンピックのマラソンね、コロナウイルスの観点だけから見たら、感染者の少ない東京から感染者の多い北海道に移した形になっちゃってますよね。見直しはしないんでしょうかねっていただいてますね。今から見直しは難しいですね。あともう一つはこれ気温と関係してるのかどうかってことなんですよね。あ、そうか、気温は本当に関連があるのかどうかね、はい、だから気温が関連があるとするならば、暖かくなれば、はい、この問題っていうのは収まってくるっていうことだから、全体として心配ないんですね。もしそうじゃないとすると、これは感染者の多いところでやるのはどうかってことになる。それからまた選手は来なくなる、観客が来なくなるっていうリスクありますからね。そうですね。これ国際的な受け止めの問題なんですよ。はい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 。いや、そういうのも勘案すると、なかなかこれも一度北海道にね、したものをまた東京にというのも難しいということですよね。今もうこういった時の鉄則は変えないことです、なるほど、何一度決めたことは変えない、変えないことです、この緊急事態の時は本当に対策しないといけないこと以外は一切もう触らないことです、なるほどね。さてではこの時間までに入っているニュースをまとめてお伝えいたします。報道部から渡辺デスクに伝えてもらいます。
以上、この時間のニュースをお伝えしました。はい、ご苦労様でした。報道部から渡辺和弘デスクでした。まあ、新型コロナウイルスの、ニュースが中心ですが、メールいただいてまして、これは検査体制ですね、小平市の101回目のぎっくり腰さん、新型コロナウイルスの検査は明日から特定の病院で検査が必要と判断されれば全額公費で補填するので自己負担なしで受けられるということですけれども、まあ、韓国のようにドライブスルーで検査できたり、みんなが簡単に検査を受けられるようにはならないんですかね、というふうにいただいてまして、韓国はね、まあ、感染者の隔離を優先しようということで、検査に重点を置いてまして、検査数はもう14万人を上回っているという状況のようですね、佐藤さんね。ですから、これ限られた資源、医療関係者の中でどこに力を入れるかということだと思うんですよね。はい、ですから日本の場合、検査よりもやはり発症した人たちの、その治療の方にウェイトをかけてるっていうことだと思うんですよ。それ致死率から考えると、これは季節性インフルエンザと大きく異なるわけじゃないですからね。ですから日本政府の今のアプローチは、それはそれなりの合理性はあると思うんです。ただ重要なのは、限られた資源の中で全部やりたいんだけど全てはできないと。まあ、確かに。だからある種の集中と選択というよりは車掌ですよね。ある種のものは捨てざるを得ないと。そこのプライオリティをつけるっていうのは、これはいや、政治判断と専門家の、ね、専門家の助言を受けた上での政治判断ですね。ですから韓国と日本では政治判断が異なるということだと思います。そうですね。あと、まあ感染源もね、いろいろ追跡しながらできるだけ封じ込めようというのは日本のやり方ですね。はい、そういうことだと思います。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールでお寄せくださる方は、アルファベット小文字で FOCUS focus@1242.comファックスは 0570-02-1242。 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。 Thank you for working hard today. 日本放送 Net brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama. The Focus.時刻は7時16分です。東京有楽町日本放送キーステーションに生放送。一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんのコラムはこちら。新型コロナウイルスで学校が休校。今だから考える家庭での教育のあり方。政府は全国の小中高校などに対しまして、今週の月曜日から休校を要請しました。まあ、この点については様々な意見が出ておりますけれども、今日の、萩生田文部科学大臣の発言ですと、今朝の時点で全国の小中高校 99% の学校が休校状態を維持しているということです。まあ、こういう事態だからこそ、まあ、あんまりね、ネガティブに受け止めるのではなくて、家庭での教育のあり方をもう一度考えてみる時期にしたらどうかなというふうにも思います。まあ、日本で学校以外での授業となりますと、学習塾とかね、あるいは真剣ゼミのような通信教育が基本ですけれども、まあ、最近は YouTube にアップされている授業の動画を見ると、まあ、こんなケースもあるようですが、今日は佐藤さんにね、日本の家庭での教育について、まあ、こういう時期だからこそこうした方がいいんじゃないかというようなお話もね、聞かせていただければと思っております。わかりました。まずね、小学校3年生までは、特段何もしないでいいと思う。小3まで何もしなくていい、はい、どうしてかというと、小学校4年生からだいぶ授業の内容は難しくなるんですよ。ああ、小4ぐらいね、はい、確かにそうかもね、増山さんね。なんかね、そうだった気がする。だんだんこう宿題教えてあげられなくなってくる、ね。宿題教えられない ね、小学4年生ぐらいね。それで、小学校4年生から中学生までの、はい、勉強の仕方っていうのは、この間はですね、お母さん、お父さん先に進めちゃうと遅れるからと、そう考えないで、それは学校の方でちゃんとそこのフォローアップしてくれますから、むしろ復習です。先に行こうとしない、はい、先に行こうとしないことが重要です。ですから漢字の書き取りをきちんとするとか、あるいは
算数の演算をするとか、はいはい、ですからおすすめなのは教科書をベースにやり直すんだけども、うん、教科書を答えないですからね、まあ、答えはないですね、それですからいわゆる教科書ガイドですね、うん、昔アンチョコっていう形でこれ見たらいけないって言ったんだけども、最近教科書ガイド非常によくできてるんですよ。あ、そうなんですか。これを買ってきて、うん、そうすればお母さんお父さんでもそこ読み上げてあげれば分かりますからね、はい、教科書ガイドって普通に売ってんでしたっけ。教科書ガイドは普通に売ってます。あ、そうでしたっけ。あ、そう。ですからその教科書ガイドを、うん、使いながら、はいはい、新しい教材を使うんじゃなくて、はい、学校の教科書の復習に力を入れたらいいですね。あ、なるほどね。特にその中学校2年生以降になると、はい、大多数の生徒に数学もしくは英語の片っぽ、うん、両方にどっか欠損がありますから、この機会に穴を埋めてしまうことがすごく重要です。特に数学も英語も積み重ね科目ですから、はい、穴が開いてるとその先積めないんですね。それから高校生になるとほぼ確実に数学と英語の両方でみんな欠損がありますから、ですから高校になるともうこっちも分かんないんですけど、ですから高校の高校生にはちゃんと復習をすればいいよと。そういう時間を作りなさいと、そういうことです。その時間のタイムキープのところは親御さんできますから、それでここでね、ぜひ注意していただきたいのは、はい、スマホ依存です。そうなんですよ。要するにこの時間があるということで、高校生それでね、スマホを見て楽しいっていう人はいいんです、はい、スマホを見ていないと不愉快だと、不快感があるから、その不快感を止めるためにスマホを見続けるというふうになると、これ依存症のもう入り口なんですね。ですからこのスマホ依存っていうのは非常に実は怖いんで、この1ヶ月1ヶ月間スマホ、それからゲーム付けになっちゃうと、そこから依存症になるリスクが出てくる。だから親御さんとして一番注意しないといけないのは、手がかからなくていいからって言ってゲームとかスマホ一日中子供がやってるっていうのは、それを放置しないことですね。確かに学校に行かないですから、学校に行くとね、もうスマホを預けちゃったりして使えなくなるんですけども、はい、家にいるからもうずっと見てるし、使いたい方で、いや、ですから、トイレでも見てるよ。いや、だからそれは、息子さん、娘さんにですね、スマホはお父さん、お母さんのお金で買って、あなたたちに貸しているものだから、所有権はお父さん、お母さんにあるって言って、やっぱり一定の時間、きちんと預けなさいって言って、親が管理することですね。物理的に触れさせないことが非常に重要になってくると思います。ゲーム機も一緒です。だから学校に行ってる時間分全部ゲームやってるとかいうことになるリスクありますから、その時間ずっとソーシャルゲームとかやってるとですね、本当にハマって抜けられなくなっちゃいますから。結構そういうメールね、この数日間いただきましたもんね。ですからこれはね、すごくすごく気をつけた方がいいです。で授業をさせ、勉強させるとしたら、この時間までも1時間ぐらいで終わっちゃったりとか、そういう危険もありますけどもね。それでもいいんですかね、1時間2時間とかでも。1時間2時間でも継続的にやってるのが非常にいいですよ。とにかくゼロにしないことですね。ああ、ゼロにしない。1回ゼロにしちゃうと、そのまんまそれで1ヶ月ゼロっていうことになると、はいはい、なかなかこれ学校に行ってからも勉強の体制に戻るのが大変ですから。あとなんか最近よく聞くのは、小学生向けの学習ドリルなんかはね、売り上げが今通常の2倍に増えてるなんていうのを聞きますね。だから学習ドリルでも、教科書に準拠したスタイルのものはいいと思います。教科書と独立しているドリルもあるんですがね、教科書に準拠しているもので、とにかく教科書っていうのは非常によくできてるんです。それですから教科書のところの遅れを取り戻すと。それであまり先に進むことは考えないっていう。全く先には進まないでいいと思います。なるほどね。まあ、ただ日本の場合にはもうね、こういう家庭での教育というよりも、それこそ塾だとか通信教育とかに投げてしまうところがあるんですけども、海外なんかどうなんですか？こうやって親子で一緒に勉強するなんていう時間って結構作るものですか？やはりその小学生の間はかなり多い感じはしますね。それから中学以降になると、勉強は学校で完結してますから。あ、学校だけ。はい。ああ。それで学校の先生っていうのは、それ以外の生活指導とかやらないんですね。授業しかやらないんです。進路指導とか。なるほど。それで、その代わり、自分が持っている生徒はあるレベルのところまで習得しないと上に上げたらいけないと。はいはいはい、
だからそういうふうになってますので、うん、勉強を塾であるとか、うん、それとか通信教育を補助的にやらないといけないっていうのは多分ね日本と韓国ぐらいだと思います。あ、そうですか、ですから日本のあり方っていうのは高校までの教育では世界標準ではないと考えた方がいいですね。あ、そうなんですね。だからこれはもう非常に特殊なあり方で、それで日本の場合教育費に関しては非常にお金かかりますからね、はい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 、ですから義務教育は無料だと言ってもその周辺的なところっていうのは非常にお金かかりますから、うん、そうですよね。だからその周辺的なところをやらないと、うん、なかなか中堅校以上のレベルの学校には入れないっていう実態もあるんで、うん、ここはだから大変ですよね、うん、まあでもこういうねお子さんと一緒にいる時期はやっぱりこの学校の復習に当ててそして教科書を中心に、分かんないところをもう一回やり直してみると、はい、あと、 いうことが大事。この機会に本を読むっていう習慣がちょっとでも身につくといいですね。そうですね。一日中タブレットに貼り付いてるとか、そういうことになりかねないですから。本当本読むとか新聞読むとかね、そういうのしてほしいですね。だからそこのところはタブレットもスマホも親が対応してるものだと、はいはいはい、所有権は親にあるからということで、うん、ある程度の時間はやはりその手放し、手放して、うん、それがないところで何かやりなさいっていう形が一番いいと思うんですけどね。ね、今ニュースが入ってきました。安倍総理大臣は、今日の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、中国と韓国からの入国者に対し、検疫所長が指定する場所で2週間待機し、国内の公共交通機関を使用しないことを要請すると、まあ、このように述べたということで、中国、韓国からの入国者、事実上もう受け入れないと、2週間待機させるということですから、そういう判断を下したようですね。適切な判断だと思います。うん、あと同時に、おそらく韓国と中国は同じ対抗措置を取ると思います。あ、これに対して、これ日本からの入国に対してということですね。はい、同じような状況じゃないかということを必ず言わないと、韓国、中国の国内世論が持たないと思います。それですから、これは対抗措置を招く可能性が高いと思うんで、日本から中国、韓国に行くことも非常に難しくなってくるんじゃないかと直感的に私は思います。なるほどね。で、習近平国家主席のね、来日も延期ということですからね。そうすると経済に与える影響、ビジネスでの渡航が難しくなりますからね。不要不急の旅行以外では、ないビジネスで必要な旅行にも出張にも影響がありますから、これは経済にかなりの影響があると思います。なるほどね。今ね、中国韓国からの入国者2週間待機ということを、まあ、総理が明言したというニュースをお伝えしましたが、コメンテーターコラムはね、佐藤勝さんに学校休校でどういうふうに過ごしたらいいかということで、新型コロナウイルスで学校が休校、今だから考える家庭での教育のあり方というテーマでお話ししていただきました。日本放送 NET brings you the focus。時刻は7時28分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。この時間で一部の地域の方とはお別れです。その他の放送局をお聞きの方は女神たちのオリンピックをお送りします。そして今日のコメンテーター佐藤勝さんと8時20分までお送りしてまいります。先ほどもお伝えしましたが、安倍総理大臣は中国、韓国からの入国者に対し、検疫所長が指定する場所で2週間待機し、国内の公共交通機関を使用しないことを要請すると、まあ、このように述べたということで、佐藤さん、経済的、それこそ航空便もね、当然これで縮小になってくるでしょう。縮小になってきますし、経済全体に与える影響はかなり大きくなってくると思います。そしてこれは対抗措置を取るであろうと、中国韓国が対抗措置を取るであろうというね、佐藤さんの見立てです。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字でfocus@1242.com focus@1242.com まで、ツイッターはハッシュタグにカタカナでザフォーカス、ザフォーカスをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見ご感想を引き続きお待ちしています。日本放送キーステーションにお送りしているザフォーカスです。日本放送 Network brings you the focus. We'll delve deeply into the day's news. The focus.
時刻は7時38分です。作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしているザ・フォーカス。この時間のニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。アメリカ大統領選挙、民主党指名争い、バイデン氏が10の州で勝利。アメリカ大統領選挙の民主党候補の指名争いで14の州の予備選挙が集中したスーパーチューズデーは開票作業が続いています。中道のバイデン前副大統領は東部メイン州を制し合わせて10の州で勝利しました。中道候補を一本化した流れが功を奏し事前の予想を超えた形です。スーパーチューズで14の州の予備選が集中しましたが、中道のバイデン前副大統領が14のうちの10の州で勝利いたしました。で、サンダース上院議員は3つの州で勝利しておりまして、残り1つのね、最大票田のカリフォルニア州、ここまだ勝敗決まってません。CNN テレビによりますと、開票率推定 54% の段階で、サンダース上院議員の得票率が 33.6%、バイデン前副大統領が 24.9% ということで、まあ、AP 通信など一部メディアはサンダース勝利と伝えているんですが、まだこれ一部のメディアだけということで、まあ、よくわからない状況ではありますけれども、もう中道の方はね、あのブティジェッジさんが撤退、それから、今度はブルームバーグ前ニューヨーク市長も選挙戦からの撤退ということで、どうも中道候補はバイデンさんに一本化という方向になりそうな気配ですね、佐藤さんね。しかしこれで、サンダースさんを推している人たちがバイデンさんになった時に、支持するかってことですよね、実際の選挙で。ああ、なるほど。この可能性があるんで、これはトランプ有利に働くと思いますね。ああ、そうですかね。やっぱりサンダースさんというのは民主社会主義者というのをね、公言してますんで、まあそうすると、まあ穏健派の票も取れないし、やっぱり本選ではトランプさんに勝てないんじゃないかというので、多分、まあブルームバーグさんなんかも撤退して、バイデンさんにというふうに、乗り換えようということになったんでしょうけども、まだ民主党じゃ割れたまんまになりそうだということですか。そういう状態だと思います。それからサンダースさんは、タイプとしてはトランプさんにすごく似てますからね。一匹狼で怒りっぽくて、友達あまりいらないというタイプですから。だからそういう、それで、年齢も年齢ですからね。78歳。ですからそういう感じからすると、なかなかこの人で戦えるかっていう感じになると、お人柄もあるんで。じゃあ、バイデンさんになった場合に、こういうようなこのサンダースさん支持してる人が、じゃあこれを頑張って一致団結して民主党の大統領を誕生させようって感じにはなんないんじゃないかなと思うんですね。なるほどね。アメリカのメディアなんかはね、もうサンダース革命が失敗だとか、バイデン氏歴史的なうねりみたいなね、報道があったり、株もニューヨークダウはね、このバイデンさんが躍進したんで、株価も2万7000ドル回復なんてなってますけども、でもやっぱり、まだ分かんないと、なんか勝利者は、この民主党の今回のこのプロセスを見てると、勝利者はトランプのような感じがしますね。まあ、サンダースさんはね、国民皆保険、それから民間保険の廃止とか、大学の学費のローンのね、帳消しとかね、まあ、急進的な政策を掲げてますんで、若者だとか、それからヒスパニック系なんかにね、絶大な人気ですもんね。ただし、このウォールストリート、要するにアメリカ の, 経済人ですね、あと年金の人たちも株価とアメリカの場合連動してますからね、個人年金が。そうすると株下がるってことになると民主党支持してる中産階級も支持しないんですよ。まあ、そもそもサンダースさんが言ってる政策本当に実現できるのみたいな声も上がってはいるようですしね。まあ、でもトランプさんも実現できないのでだいぶやりましたからね。確かにね、アメリカ大国政策やるといえばできるんでしょうけどね。ああそうか。いやだから極端な2人の選挙になる可能性が高いんじゃないかという佐藤さんの見立てですね。アメリカ大統領選挙、民主党指名争い、バイデン氏が10の州で勝利というニュースについてこの時間はフォーカスしました。お送りしていますザ・フォーカス。この後は岸飛鳥のワンダフルをお届けします。
時刻は7時54分です。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。先ほどの新型コロナウイルス感染症対策本部の会合での、安倍総理の発言をお伝えいたしました。その続報も入ってきます。安倍総理は先ほど中国韓国からの入国者に対し検疫所長が指定する場所で2週間待機し国内の公共交通機関を使用しないことを要請すると述べましたが、この入国者2週間待機については9日来週月曜日午前0時から運用を始め、まずは3月末まで実施すると表明しました。そして中国と韓国からの航空便の到着先については成田空港と関西空港に限定するという考えも示しています。一方安倍総理は品薄状態が続くマスクについて国民生活安定緊急措置法を適用し転売行為を禁止すると、このようにも述べたということで、佐藤さんね、さまざまな措置を取るということをね、安倍さん決断したようですね。事態が緊迫度を強めてるっていうことですね。そしてね、コメンテーターコラムでは佐藤さんに今だから考える家庭での教育のあり方というテーマでお話ししていただきましたがね、たくさんメールいただいてます。こちらはね、八八職人さん、いつも愛聴しております、ありがとうございます。中二の娘がいますが、まさにこの休校の期間にスマホ依存症にならないように考えます。うちは夕方4時から夜の9時まで5時間だけスマホを見られる時間にしています。で、5時間の間は夕飯や手伝いの時間もピアノ練習もあります。スマホを見られる時間に、夕飯とか手伝いの時間もピアノ練習も含まれていると。で、おっしゃる通り、これは親のもので貸してあげているのを忘れないようにと、3月1日の時点で休校の期間の使い方を話し合って決めました。本当は2時間くらいでと思ってましたが、しっかりやるということで話し合って決めました。今のところうまくやっているみたいです。スマホは我々親世代は経験ないので難しい問題ですね。いろいろな意見を聞いてみたいところです。中二の娘さんね、夕方4時から夜9時まで、これは、ね、5時間だけ。これはもう保護者の方が極めて賢明な対応を入り口で取られたと。要するにね、子供に対して理屈なくね、はい、見るなって言ってもダメなんですよ。だからお父さんお母さんが買ってあなたに貸してるものだからと。それだから、それは所有権お父さんお母さんになるから、だから何時間だけ貸してるんだよと。これはね、私周囲見てると一番子供を説得するのにいい理屈です。そうですね。こちらもね、江戸川区のね、久信さんからもいただいてます。佐藤さんのおっしゃる通り、スマホの所有者は子供でなく親であり、子供に貸しているだけで時間が来たら返すようにしつける、その通りです。スマホ依存症になれば、子供は引きこもりになり新学期から学校へ行かなくなる可能性もありますよね。ここは親として子供にはある程度厳しくスマホの使用に口を出すべきですね、っていうね。いや、子供のためなんです、本当にスマホとゲームだけはね、これは注意しないといけませんね。それから読書もいいですねって、高3の娘はスマホもしますが本も読んでいますって。それは非常にいいと思います、ね。いや、だからスマホ全部いけないってことじゃないんですよ。そうですね。だから何事も限度があるんでということですよね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールは focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れです。 It's 8pm 日本放送ネットワーク brings you The Focus。 The Focus。2020年3月5日木曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス、この時間はこちらの特集企画をお届けします。未来への提言。この時間は現代日本が抱えるさまざまな課題について専門家に伺う未来への提言をお送りしています。高齢化が進む中で介護
というのが大きな問題になっています。でそんな中、介護疲れから介護相手を殺害するという痛ましい事件も相次いでいます。そこで今週は介護疲れ、介護鬱にならないためにどうしたらいいのか、東京にあります NPO 法人心の健康相談室代表で心理カウンセラーの和田由里子さんに伺っています。で和田さんはどんな人が介護疲れになりやすいのか、介護疲れになりやすい人のチェックリストというものを作られています。全部でね、8つのチェック項目があるんですね。今からね、増山さんに一つずつ挙げてもらいますので、番組を聞きのあなたもですね、自分がいくつ当てはまるのか、8つのね、項目チェックしてみてください。それでは増山さん、お願いします。はい、では参ります。まず1番です、職場では頼られる方だ、職場では頼られる方だ、2番、愚痴はあまり言わない。愚痴は言わない。3番、レシピは分量をきっちり測る。きちっと。料理ね。4番、待ち合わせには遅れない。5番、人の言動に敏感だ。人の言動に敏感だ。敏感だ。6番、一人が気楽。そして7番、旅行は3年以上行っていない。8番、電車の座席をよく譲る。8番目は電車の座席をよく譲るか。いやー、どうでしょうかね。それぞれ当てはまる項目いくつあったでしょう。佐藤さん、いくつぐらい当てはまりました？私、3つ。はい。職場では多分頼られる方だったと思う。頼られたでしょう。口はあんまり言わないですね。それから、あれ、待ち合わせは遅れちゃって一回森田さんたちの介護すっぽかしたことありますからね。なことないですよ、ね。あと、やっぱりどうしてもね、日程多く入れるんで遅れがちなんですよ、ね。ああ、なるほどね。忙しいからね。だから、あと、該当するのは一人が気楽。だから、この三つだけですね。ああ、なるほどね。もせまさんはいかがですか？私もね、二つか三つだと思うんですよね。待ち合わせに遅れない、一人が気楽。職場で頼られるかどうかってちょっとわからないですけど。絶対頼られてますよ。間違いない。それ入れたとしたら三つ。ああ、三つか。私もね、まあ、職場ではね、頼られているんじゃないかなと自分で思うのね。だからね、愚痴はね、あまり僕は言わない方じゃないかなと自分で思う。言わないですね。聞いたことないですね。あとね、待ち合わせはね、ほとんど遅れないんですよ。あと一人が気楽なんで、僕は4つ。佐藤さんと増山さんが3つ。僕は4つ。でね、今の8つのチェック項目のうち、4つ以上当てはまる場合は、介護疲れしやすいタイプなんだ。そうすると森田さんだけが該当ですね。3人の中で僕だけがおかしいな、おかしいなってことはない。でまあ和田さんはね、この介護疲れになりやすい人の特徴ということで、真面目でいわゆるいい人がなりやすい。僕とか増山さんなんかもっとねチェック項目多いんじゃないかと。真面目でいい人じゃない？意外とね、何でも忘れちゃったりするんで食べないのかもしれない。あのね、外交官っていうのは職業柄、諦めが早いの。そう。相手がある事柄の仕事してるからね。まあ、いかこれぐらいでってなっちゃうんだよ。まあ、そうじゃないとね、相手の国もいろんなこと言ってくるから、やってられない職業というのはあるかもしれませんね。だから、外務省で、やっぱり介護で休暇を取る人いるんだけども、介護疲れでボロボロになるって人は、あんまりいなかった。そうなんだ。それはね、適宜ね、いい意味で手を抜きながらやってた。これやっぱり仕事が手を抜かないとやれない仕事だから、手の抜き方っていうのをよく知ってるんですよ、外交官っていうのは。そしてもう対極的なことを考えながらの仕事だしね、それはもう抜くところを抜いてというのは必要だったんじゃないでしょうかね。まあただやっぱりね、介護疲れになりやすい人、真面目でいい人ということで、こういった方が介護疲れにならないためにどんなことに気をつけたらいいのか、和田さんに伺いました。本当に単純なことでいいんですけれども、こうリラックスが苦手ですよね、こういうタイプの方は。ですからご自分がどんな時に気持ちが楽になったり、それからできれば、これは自分は誰かにちゃんと愚痴を言って、愚痴っていう言葉じゃないんだけども、自分の辛さを言葉で伝えて聞いてもらった方がいいんだっていうふうに、今までとはちょっと違うご自分の行動パターンを入れていただくということは非常に大事で、中でも家族会のようなものに出かけてみるとかですね、同じようなことで悩んでる人と、まあ本当にたわいもないうちでもいいので、もうこういう時嫌になっちゃうわよねみたいなことを電話で話すんでもいいんですけれども、何かこう一人にならずに
他にもそういうことで大変な人がいて分かってくれる人がいる、もうこれがとても大事で、でいろいろなことをするのが大変だとしても、お家の中で例えば配偶者がまだいらっしゃる方の場合はご主人に本当はとっても大変なんだ、またはお子さんにここまで頑張ってきたけどここちょっと手伝ってほしいんだけどっていう、それを言えることでやっぱり人生が変わっていくきっかけにもなります。まあやっぱりね、介護をしてるとどうしても辛くなってくる、だからそれを誰かに聞いてもらうのがいいんだというふうに、まあ気持ちを切り替えるってことは大事なんでしょうね。それ非常に重要です。それからやはり介護保険制度もあるわけですから、はい、プロに頼めるところはプロに頼むっていう、こういうアプローチ重要だと思いますよね。そうですね。ケアマネージャーさんにね、お願いして、はい、率直に相談して、で、要介護の申請をするとかね、そういうのをどんどん専門家に頼んでしまうというのがね、いいんでしょうね。だからそこ自分で抱え込まないことですね。その先ほどのアドバイスでもあったように、人に愚痴を言うっていうことも重要ですし、あと私はね、父親が癌の末期でもう本当にね、痛みでものすごい暴言を吐いたりとか、そういう人じゃなかったんだけども、それ母がクタクタになって、一回呼ばれて、行ったんですけどね、その時お医者さんの一言に救われた、そのお医者さんが、いや、心配しないでいいですよと、痛みは人格を変えるんです。痛みは人格を変えてしまうと。はい、だからその、神経に入った痛みっていうのは、他の痛みと違うんですと、痛みは人格を変えますからと。なるほどね。だからそのね、お父様の性格が変わったわけじゃないんだと、まあそういうふうにね、なってしまう。だから母はそこがショックだったからですね。こんな暴言を吐いて、こういう人じゃなかったと。一体何があったんだと。だからそのお医者さんが一言言ってくれたことで、だいぶ私も楽になったし、母も楽になりましたね。やっぱりそういう専門家のアドバイスって重要ですね。未来への提言、今週は介護疲れ、介護うつにならないためにはというテーマで、 NPO 法人心の健康相談室代表心理カウンセラーの和田由里子さんに伺いました。来週は災害から身を守れというテーマでお送りいたします。日本放送 Network brings you the focus。 時刻は8時9分です。日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。今日最後のニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。ロシアのプーチン大統領が改憲条文案を提出。北方領土は割譲禁止の対象外。ロシアのプーチン大統領は憲法改正に関する追加案を議会に提出しました。この中では、領土の割譲は認められないという条文が盛り込まれた一方、国境線を画定するなどの行為は禁止項目から除外、日本との平和条約交渉などに影響を与えない姿勢を示したとも見られます。まあこれはね、当初から佐藤さんがご指摘したった通りなんですけども、ロシアのプーチン大統領が憲法改正案の改訂版をね、下院に提出しまして、改正案の中で日ロの北方領土交渉にも関わるロシア領土の割譲禁止という条項案の文言が明らかになったんですが、隣接国との国境画定を除いて領土割譲に向けた行為呼びかけを禁止すると、こうなっておりまして、まあ、国境の画定は認めるというふうになっているわけですから、これは佐藤さん指摘されていたように、これ憲法改正案が採択されても北方領土交渉は国境画定交渉とみなされて禁止対象にならないということでよろしいわけですよね。最初からそういう組み立てなんです、どうしたかというと、1993年に採択された現行憲法でも、はい、大統領は国家主権の擁護と国土の一体性の擁護義務があるんですね、そこのところから必然的に割譲はできないわけなんです、ですから屋上なんですこれは。そしてただ今そういったことを言わざるを得ないっていうのは、ロシアの愛国主義的な高まりがあるんで、これは主にクリミアですよ。そっちですか。はい、それから憲法改正案にはね、ロシアがソ連の法的継承国である、ソ連の、ね、法的なものを全部引き継ぐんだというふうになっているんで、まあ、そうなるとロシアが、ね、参加していた国際
際機関だとか、ソ連が参加していたね、はい、国際機関とか組織、国際条約、それから条約上の義務、それから国外資産を継承する、全部継承するということになるわけですよね。だからソ連が日本と署名して批准したあの、1956年の日ソ共同宣言も、これ継承するということです。ただ日本の側でもね、これやっぱりね、4党だと結構難しい面があるんですよ。うん、どうしたかというと、サンフランシスコ平和条約で日本は千島列島を放棄してるんですね。はいはいはい、それから、ヤルタ協定。これは日本は、直接知らなかったんで、日本には効力ないんですけども、連合国を縛るもので、うん、そこの人は千島列島をソ連に引き渡すってなってるんですよ。うん、その千島列島に国後島入ってるんです。ああ、はい、はいはい。ところが1956年になってから日本は、やっぱり入ってないって言い始めちゃったんですね。うんうんうん、だからそこのところはきれいに整理しておけば、千島列島はソ連領、従ってロシア領。はい、それ以外のところについては国境未確定だから、すなわち、歯舞群島、色丹島は北海道の付属諸島だから、うん、両国の国境線を確定するっていう形で、領土変換実現するんですよね。で、日本に引き渡すと。そういうことです。いう、ここの義務も、まあ、引き継がれていくということになる。要するに、ヤルタ協定の引き渡すと、うん、56年宣言の引き渡すと同じ言葉ですから、うん、引き渡しに主権が入ってないということだと、そもそも、ソ連に主権が移ってないということになっちゃいますからね。うん、そういうことなんですね。だから、あんまり心配しないでいいんです、ここは。この時間はロシアのプーチン大統領が憲法改正条文案を提出、北方領土は割譲禁止の対象外というニュースについてフォーカスしました。日本放送 Net brings you the focus。時刻は8時15分です。東京有楽町日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。今日はこのザ・フォーカスの番組の最中にですね、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合が開かれまして、安倍総理大臣が中国韓国からの入国者に対し検疫所長が指定する場所で2週間待機し、国内の公共交通機関を使用しないことを要請すると述べたというニュースが入ってきました。また品薄状態が続くマスクについては、国民生活安定緊急措置法を適用し転売行為を禁止すると、このようにも述べたということです。それからメールではね、佐藤さんに今のところロシアから感染者は出ているんでしょうかと、ロシア並みに極端に寒いようなところではこのウイルスは弱いんではないでしょうかという私の勝手な見解です。新宿区のね、シャコパンチさんからいただいておりますけれども、ロシアは今6人感染者なんですね。かなり封じ込めてますよね。でも先ほどおっしゃってたに、あんまりこの温度が関係ないんじゃないかという、ね、ただしね、下の方に関しては様々なウイルスですけども、マイナス20度を下がるとやはりインフルエンザとかほとんど流行止まってましたね。そうですか。だから一つはマイナス20度でしたね、私の頃は。マイナス20度だと普通の風邪もなくなっちゃうんですよ。ほとんどウイルスが働かなくなるんで。その代わりね、呼吸気をつけないといけないんです。思いっきり息を吸い込むと肺が凍っちゃいますから。うわ、それからマイナス20度下がると息を吐くとそれが雪になって落ちてくるんですね。そんな状況なんて、それはウイルスも活動しないね。ですからそこまでは寒くなってないから、うん、今ぐらいがやはりウイルス一番季節性インフルエンザはロシア大変ですよね。それからね、メールで茨城県のマグロちゃんさん、私小学生の頃に流行したラジオ世代です。いろいろ考えて番組にハガキを出したり電話リクエストしました。子どもたちもね、今この学校休校の機会に主体的に番組に参加できるラジオを体験してほしいですね。ここにもいただいてますね。それ非常にいいですよね。確かにね、ぜひね、双方向性があるメディアとして、うん、ラジオっていうのはすごくいいですから、ぜひねラジオを教えてほしいですね。はい、今日のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、日本放送をお聞きの方に明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップのお知らせです。明日のコメンテーターは上智大学教授で政治学者の前島和弘さんです。習近平国家主席の国賓としての訪日延期、それからアメリカ大統領選挙スーパーチューズデーから見る次なる展望というテーマを取り上げます。飯田浩司の OK 工事アップ、明日朝6時からぜひお聞きになってください。
そして来週3月9日月曜日のザ・フォーカス、コメンテーターは産経新聞論説委員長の乾雅人さんです。この時間のお相手は日本放送報道部の森田浩二と日本放送の増山さやかでした。